マウラーナー・ファズルラーマウラーナー・ファズルラーは、ムッラーの称号を有し、パキスタンで活動が禁止された、イスラム法強化運動の指導者。パキスタン・ターリバーン運動の3代目最高指導者。日本語メディアでは、マウラナ・ファズルラあるいはファズルラ氏と表記されることがある。1974年、クザ・バンダイ村に生まれる。ファズルラーが率いる TNSM は、彼の養父スーフィー・ムハンマドが創設し、シャリーア法の導入を目的とした。ムハンマドは、2000年代初め、アフガニスタンで NATO 軍により逮捕された。2007年10月、ファズルラーは4500人以上の兵士の支援のもと、スワートの59村に並行政府を樹立し、シャリーア裁判所を導入し始めた。ファズルラーは地域の有力者と考えられ、ターリバーンの支持者であった。この地域では、すでに2006年に非合法の FM ラジオ局が開設され、ジハードと反西側のプロパガンダを放送していた。彼はすべての電子機器を破壊の源と呼んでいたが、このラジオ局のためにラジオムッラーのあだ名を得た。ラジオ放送はジープに搭載された送信機から行われ、主として夜間に放送された。ファズルラーは音楽、ダンス、コンピュータ、テレビ等を禁止し、彼の部下たちは髭を刈る散髪屋を脅し、少女の就学を禁じた。また、ムスリムの女性の不妊を促すと考えて、ポリオの予防接種に反対したため、保健所職員は、この地域で暴行を受ける羽目になった。パキスタン当局は、ファズルラーとバイトゥラー・マフスードを、ベーナズィール仏塔暗殺の組織者と考えている。2007年10月、スワート渓谷のパキスタン軍が自爆テロの攻撃を受け、アメリカ軍が投入されたが、事態は改善しなかった。戦闘開始後、数千人の住民がスワートを離れ、数百の学校が破壊された。その結果、当時の与党パキスタン人民党は、停戦を条件に地域の支配権をファズルラーに認めざるを得なかった。2009年2月、パキスタン政府は、スワートを含むマラーカンド地域へのシャリーア法の導入を許可し、同年4月13日、アースイフ・アリー・ザルダーリー大統領は、同法案に署名した。2013年11月、ハキーム・ラー・マフスードが米軍によって殺害された後、パキスタン・ターリバーン運動の後継指導者に選出された。ファズルラーは、マララ・ユサフザイの襲撃に関与したともされるが、ファズルラーを指導者として認めず、パキスタン・ターリバーン運動から分離した過激派、ジャマトゥル・アハラールは、ファズルラーが襲撃を命じたとの説を否定している。2018年6月15日、アメリカ軍の攻撃により死亡したと発表された。ありがとうございます。